城ができたか。そいつは一言多かったな、妖術者。なあ、どこにどいつがいるかはまるでわからねえが、ちょいと黙ってろ。こっからは俺の仕事。いや、ここまで我慢に我慢を重ねてまったようやくの本番よ。奥の手はねえのかって、ナホが。んなもん、あるに決まってんだろ。無敵の剣豪十兵衛でもね、隠密大名と誉れの高い半蔵でもね、噂のキャスター阿部の声明でもね、なんでよりにもよって刀鍛冶の俺が呼ばれたのか、そいつを吐けれなかったてめえの負けだ。かつて求めた究極の一刀、それは肉を断ち骨を断ち命を断つ鋼の刃にあらず、我が身が求めるのは怨恨の生産。縁を切り、定めを切り、業を切る、すなわち宿業からの解放なり。そこに至るは多数の剣山、千の刀、万の刀を型取り、気づきに気づいた刀塚。ここに頼るはあらゆる修練、ここに示すはあらゆる宿願、ここに積もるはあらゆる非業。我が人生のすべてはこの一振りに至るために、剣の子のここにあり。受け上がれ、こいつが俺のつむかり村正。